カスキボロボロの服や体に張り付いた手などが特徴的な無彩色のキャラクターですカスキは架空のカルト教団を題材にした攻撃的で暴力的な動画をアップロードしていたためそれを不快に感じ容認できないと考えた人々の手によって最終的に命を奪われるという悲劇的な結末を迎えましたホラーバージョンになるとカスキは全身を黒い手に取り押さえられたような異様な状態となりその状況に呼応するかのように不気味な音を奏でるようになります